武三和内、武三和内、武三和内能は、日本神話に登場する神。大神、かつ、剣の神とされる。口述するように相撲の元祖ともされる神である。古事記では、武三和内能の拝み、竹三和内能の神や、武三和内の神、日本書記では、武三和内や、武三和内拝神などと表記される。単に、剣神なり命と書かれることもある。 古事記では、剣仏神、竹仏の神や、豊仏神、豊仏の神とも記される。また、鹿島神宮、茨城県鹿島市の出身として祀られていることから、鹿島神、鹿島の神とも呼ばれる。生髄では、金目石に住まう日本に地震を引き起こす大生髄を、魚する、はずの存在として、多くので描かれている。神海において、イザナギの命、イザナギの尊、 イザナギが、騎心家の夜芸オ拝み、カグツチの首を切り落とした際、戸塚県、雨のおはばりの根元についた地が岩に飛び散って埋まった、三上の一柱である。県の、またの名は、伊藤はばり、伊津のおはばりという。日本書紀では、この時、三日早日人、三日早日の神という竹三日土ちのの祖が生まれたという伝承と、竹三日土ちのも生まれたという伝承を併記している。 出雲の国譲りの段においてはいつの大幅りのこと、記述されるが、前述通り糸の大幅りは天根の大幅りの別名である。アマテラスは、武三一かその父、いつの大幅りを、下界の平定に派遣したいと所望したが、武三一のが、雨の鳥船と共に降臨する運びとなる。出雲の稲佐小浜、いざさのお浜に降り立った武三一は、戸塚かの剣を、 波の上に逆さに突き立てて、なんとその木先の上に小座を書いて、大国主、大国主の神に対して、国譲りの談判を行った。大国主は、国を朝廷に譲るか否かを古らに託した。この一人こと白主は、すんなり服従した。もう一人、竹田人、竹田、諏訪の諏訪神社上社の祭人は、竹見和知日に力比べを持ちかけ、手掴みの試合で、 人ひ,ひねりにされて恐怖して遁走し、国譲りがなった。この時の武見中田人との戦いは、相撲の起源とされている。日本初期では吉原中国平定の段で下界に、下される二柱は、武見和知と、仏主である。ちなみに、この武見和知は、鹿島神社の主神、仏主は、香取神社の主神となっている。上代において、関東、東北の平定は、 この二大軍神の加護に寄祷して行われたので、この地方にはこれらの神の分社が多く混流する。日本書紀によれば、この二柱がやはり、出雲の五十多佐尾浜、板佐のお浜に降り立って、戸塚かの剣を砂に突き立て、大名討の命、大穴討大国主のことに国譲りを迫る。武竹中方との力比べの説話は欠落するが、結局、大名討の命は、 自分の征服に役立てた候補校を献上して、標順のよう示す。ところが、二神の前で大名ナちの命が、再び懐疑心を示した、本意したため、天津神は、国を高孫に任せる見返りに、立派な宮を住まいとして建てるとして、大名ナちの命を説得した。また同箇所に、二神が打ちまかすべく相手として、天津三日星の名が挙げられ、これを制した神が、 カトリに座すると書かれている。ただし、少し前の下りによれば、この星の神を復獣させたのは、竹は土の命、竹は土であった。さらに、後世の神武統制においては、竹三か土のの剣が、熊野で手こずっていた、神武天皇を助けている。熊野で熊が出現したため、古事記、あるいは毒家、日本書記によって、神武も全軍も気を失うか、 力が苗切ってしまったが、高倉下、高倉寺が献上した剣を持ち寄ると天皇は目を覚まし、振るうまでもなくをのむと、熊野の悪心たちをことごとく切り伏せることが来た。神武が事情を尋ねると、高倉下の夢枕に、神々が現れ、天テラスや高見結び、高木神が、かつて、吉原中国の平定の経験ある武見和地に、今一度降臨して手助けせよと命る勢いだったが、 岳みかずちのは、かつて使用した自分の剣を授ければ、ことはなるといい。高倉下の倉に穴を開けてねじ込み、神武のところへ運んで貢がせたのだという。その剣は、ふつみま、ふつのみまのほか、すけし、ふつがみ、さじふつの神かめふつがみ、みかふつの神の別名でも呼ばれている、石神神宮のご神体である。また、 別名の仏神は本来は別の神で、日本書紀では吉原中国平定で、竹見和知と共に振ったのは、共通出身であると記されている。共通出身は、香取神宮で祀られている神である。名義は、三日早比人と共に生まれてきたことから、亀、三日、津、ず、霊、地、つまり、亀の神霊の意味とも考えられる。もとは、日立の大宇治が信仰していた、 鹿島の土着神、国津神で、海上交通の神として信仰されていた。さらに、祭祀を司る中富野氏が鹿島を含む、上層地方の出で、古くから鹿島神こと、竹見一を信仰していたことから、平城系に、春日大社、奈良県奈良市が作られると、中富野氏は、鹿島神を勘定し、一族の氏神とした。山と岩尾の考察によれば、もともと、 大意味つまり、神事の上で上位であるはずの大野氏の祭神であったのだが、元は小意味であった中富野市にとって変わられ、氏神ごと乗っ取られてしまったのだという神社と古代王権祭祀。さらには、大和王権の東国進出の際、鹿島が重要な拠点となったが、東方聖派の上就祈願の対象も鹿島、香取の神であることは吉原中国平定ですでに述べた。こうしたことで、 武み一が、大が山東にとって重要な神とされることになった。鹿島神宮、春日大社及び全国の鹿島神社、春日神社で祀られている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。